ちょっと遊ぶか。チャコちゃんもなんかちょっと反応してるね。少し開けようか。はい、しゃべってますね。はい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 。でも おもちゃに目がないね君。
ジャン君が。あ、ジャン君見えるよね。なんかあそこから隙間から見えるよ。向こう側がね、少し空いてるからね。はい、うーん、は言わなくてもいいんだよ。かわいい。ねえねえ、シオン君が足踏んでかわいい。あらら。シオン君が足踏んだんだけどね、肉球が高くてかわいい。はい、チャコちゃんだ、朝ごはんだよ。はい、チャコちゃん。はい、チャコちゃんだ。見えてるかな、あ、足下。ちょっとね。はい、どうぞ。はい、おいで。あの、ちっちゃいね。そこ暖かくていいね、日が当たってね。どうぞ。はい、わかりましたよ。見え方はどう、まだ全部隠しとく？そうだね、徐々にしましょう。さっき遊んでる時は空いてたんだけどね。くれんの、ありがとう。ありがとう。ちょっと焼けた。あずちゃんはご飯じゃない時もちゃんなでなでをまた再開しましょう。うん、ご飯じゃない時もさ、この間できたからね。うん、はい。2018年版をね。うん、はい。はい、シュン君。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい。はい、ここでーす。チャコちゃんは、目隠しの内側でカリカリを食べているようです。その様子をですね、生放送で使っているカメラを、アンズちゃんのケージの内側に入れていますので、アンズちゃんじゃなくてチャコちゃんでした。チャコちゃんは今ね、ステップに両足を、片足かなこれ、置いて上半身だけ2階に伸ばして食べています。ではアンズ食べていますよ。みんなここからスタートだね。でも、初日は一切食べず、翌日の朝見たら夜中に、いわゆるウェットの部分だけを食べていました。それからその翌日が大晦日だったんですが、大晦日にはお昼は食べなかったんだよね。まるまる残っていて、で夜の分を入れていたところ、今朝新年早々ですね、見てみたら空っぽになってたと。あれ、昨日の夜中夜さ、入れてたのはカリカリも入ってた？あ、そっか。じゃあカリカリ大丈夫になったね。じゃあ今日からですね、ご飯に関してはあまり心配せず、普通に、量を測ってあげられるということになると思います。そうか、カリカリのみで大丈夫でした。あ、チュールを入れなかっただけね。カリカリにウェットを乗せて、うん、はいはい、その上にチュールをトッピングで、おびき寄せるために、うん、昨日まで着てたんだけど、うんうんうん、チュールを抜いたと、うん、はい、わかりました。今うー言ってるの、あ、なんだ。もういろんな音がするから。じゃあお正月の料理を人間も食べましょうか。もう猫は十分に行き渡りました。